ようこそ小石田農園へ。小さな石田純一、小石田純一です。トレンディ、今日はですね、前に里芋を収穫したじゃないですか。収穫して室に保存して、あの時食べてないじゃないですか、里芋。はい。で、里芋食べたいなと思って、室から里芋何個か引き上げて茹でて食べてみたいと思います。ボーノしましょう。それじゃあレッツ農業。開かれてますね。あ、すごい、なんか開かれた。次のステージに行けますみたいな。ちょっとなんか、あ、途中でやめてますね。すごいですね、なんか室から芋閉じ出してる途中でしょうがの状態で、状態ですね。父やめてますね。降りて取ります。はい。あ、里芋食うのも楽じゃないですね。里芋食うのもね、一回一回降りないと、ね。降りないと。持ってきました。汚ドロドロです。いや、全然トレンディーじゃないですけどね。じゃあ早速ね、はい、これを茹でて食べたいと思います。はい。全然。食べてなかった。まだ僕食べてないですよ、里芋。あ、今年の。今年収穫してから。あ、じゃあ食べましょう。初新里芋。新里芋ね。じゃあ早速ですね、茹でていくんですけど、まあ、まずヒゲ取っていきましょう。里芋、里芋って芋の中でもカロリーが低いんですよ。あ、じゃあヘルシーでダイエット食にも。そうなんです。何がいいんですか？美容とかにもね。ああ、なるほど。あ、道理でやっぱり小石田さんはやっぱ肌綺麗なわけですね。汚ねえんだよ。シミが目立ってしょうがないんだよ。悩みないわ、悩み。じゃあこれ食べてね、シミ取りたいと思います。あ、まず洗います。はい。冷てえ。冷てぇ。12月の12月、外の水道、外の水道冷てぇ。修行かじかむ。 OK、 洗いました。はい。これ洗ったらそのまま茹でちゃっていいってことですか？これはですね、皮あり皮なしで茹で方あるんですけど、はい、皮ありでいきます。なるほど。はい、皮ありの方が栄養が逃げないらしいんですよ。で、食べるときに剥くってことですか？食べるときに剥きます。あ、なるほど。で、これちょっとポイントなんですけど、皮に切れ目入れとくと、最後剥くとき、食べるときに剥きやすい。で、手間ですけど。すごいですね、そんなやっぱり詳しいですね。そうですね、ググったら書いてありました。クックパッドってすごいですね。そうですね、こんな僕にでもね、すぐ情報が伝わってきますからね。縁起物でもあるんですもんね。そうです、子孫繁栄のやっぱいっぱいついてたじゃないですか。はいはいはい、子だくさんみたいな。で、今その子供たちをね、はい、引き剥がして。そうです、ね、離れ離れにして。そうです、穴に閉じ込めて、ね、閉じ込めて、湿気だらけのとこに押し込んで、ね、出したと思ったらね、水にさらされ、切り傷をつけられ、茹でられ食べられますから。そうやって食物連鎖です。じゃ、これをね、はい、切っていきます。すごいな。で、だいたい15分ですね。お待ちください。それでは
15分経ちましたんで見てみたいと思います。どうですかね、でもなんか皮も剥けて、おお、まあ、ただ一つ言うとしたら、里芋は水から時から入れて煮てくんですよ。ああ、なるほど。今回ちょっとあったかい目から入れたんで、そこはちょっと不安ですけど、切れ目入れといたから剥きやすい。おいしそう、おいしそう。熱い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 。ちょっと醤油かけてくれます。いただきます。ボーノ、あー出ました。ホクホク、ちゃんとできる。里芋、あ、おいしい。あっかか。おいしい。ホクホク里芋。これが裏にうんぜんこみたいな状態になるんですよね。はい、あれだけで僕この冬生き延びます。生き延びれますね。いきます、いきますか。はい、あー里芋。おお、里芋とトレンディ美容効果抜群なんで見てください。里芋ね、里芋の皮と小石田さん似てますね。なんで汚ねえじゃねえか。食べればね、美肌効果もあるんでね。おいしい。あっかか。わーわー。アンハーコーです。なんてアンハーコーは。ハイセイコーですか。里芋、茹でるだけでこんだけ美味しくいただけますんで、皆さんもぜひこの冬、里芋をたくさん食べて、小石田みたく綺麗な男になってください。女性も綺麗な女性になってください。里芋に乾杯。トレンディ、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。トレンディ。